コンドミニアムの駐在の方のコンドミニアムの生活について聞かれてます。現地の生活はどんなもんですかとかですね、楽しみは何ですか、あと適応できるのかっていうご不安があるみたいですね。やっぱりフィリピンに来たことない方かもしれないですね。あと、まあ、何が楽しいんでしょうかっていうあるんですけども、まあ、駐在員でも単身赴任か、まあ、ご家族かでと一緒かでまた違ってきますよね。まあ、ご家族と一緒だったらそれなりにファミリータイプの広いコンドミニアムで快適で、まあ、会社の方が、まあ、どんな規模の会社かによりますけども、メイドさんつけてくれたり、ドライバーつけてくれたりっていう、ちゃんとした会社だとそういうところですね。あとビザとかの関係は全部会社がやってくれるので大丈夫かなと思うんですけども、まあ、単身赴任の場合は夜遊びしてる駐在員さんが多いですね。まあ、フィリピーナーが嫌じゃなければ結構いろいろそういう安く楽しめるっていう場所でもあります。